元田三と申しししまますす皆さんよろしくお願いあのぐらいなんですけどもねあの写真のスナップ写真の,の魅力だったりとかあとあの、まあ、どうやって人に僕は人に声を街でかけて撮らせてくださいっていう感じで声をかけて写真を撮ったりするんですけど、まあ、その声のかけ方だったり、まあ、タイミングだったりとかっていうのをあの結構たくさん写真を準備したんであのたくさん写真を見てもらいながら。 あのそのそどその都度その時のこととかもね説明しながらあのいい時間にできたらいいと思うんでご付き合いくださいよろしくお願いします、はい、では早速ですねすあの一番最近はですね僕今神奈川県に住んでるんですけどもともとご紹介あったように地元が大阪であの大阪の街で写真をこう志したっていうか あの大学卒業して写真をやろうと決めてまず撮りたいのが人物人が撮りたいっていうふうに漠然とあったので,でそれでなんかあのきっかけはいろいろあってこう街で人に声かけて写真撮るみたいなのが始まって大阪で始まったんですけどその後やっぱり写真やるんだったら東京じゃないかと思って上京したんですね。で今ここに来てそっから 何年経ってるんだろう30年近く経って、またなんか結構ね、大阪が面白いんじゃないだろうかとか、人にその声をかけるとか、知らない人に声をかけるっていうのは、なんかこう大阪人特有のなんか大切なんじゃないだろうかとか、気づくこともたくさんあって、で大阪の,あの西成区の辺り、新世界とか西成区の辺りをあの撮りたいと思って、ここ2年ぐらいですかね、あの夜行バスであの神奈川から通って、ですごい安い宿に。 泊まっ1500円とか2000円ぐらいの宿に泊まって、で向こうで写真3日ぐらい撮って帰ってくるみたいなのを繰り返してて、そのまずあの西成とか、えー、と新世界とか、その辺の写真をちょっと見てもらいたいと思います。はいいお願いしますで、これの写真はまだ全然あの未発表というかあの、自分でプリントして、撮影してプリントしてっていうのを繰り返してるだけなんですけどね。 はい、どんどんちょっと進めてもらって。なんかこういう最近はあの街の風景とかも撮るんですけど基本こうやって人物に話しかけてですねこの写真とかも去年かな去年の成人の日の写真ですかね。で,であのたまたまあの1月成人の日の前後の,あの週末に。 大阪に行ったもんですから、あの成人式どっかやってるやろうなと思って、西成の新ステージはどんなのかなと思って、あのスマホでどこでやってるか調べて、あの会場まで行って撮らせてもらってみましたね。本当取り下ろしなんですね、先生、これは。いや、もう全くの本当取り下ろしはいだ。ありがとうございます。はい、ほとんど2022年、2023年って感じですかね。はい、どんどん。 あこの写真が実は元で2021年なんですけどたまたま仕事で大阪に行った時にあのホテル撮っていただいたホテルが天王寺だったんですねで天王寺からあそういえば西成なんて歩いて10分ぐらいだなと思ってそれであの西成のど真ん中に三角公園っていう、まあ、なんか有名なっていうかみんな集まる公園があってでそこに朝何時ぐらいかな5時半とか6時とかから。 5時半ぐらいに散歩に行って、したらなんか公園を掃除してるおじさん2人がいて,て、で、それがこう朝日に照らされて、もうすごい綺麗だったんですよね。で、後ろの建物があんな緑だったり、おじさんの服黄色だったりとか、で、うわ、撮りたいなと思って、で、日頃、あのモノクロのフィルムフィルムカメラでモノクロのフィルム入れてるんですけど、慌ててカラーフィルムに入れ直して、撮らせてくださいって言って、撮らせてもらったら。 そのお二人があの僕たちカップルやねんとかって言ってチューしようかとかって言ってなんかチューしてくれた瞬間の写真なんですけどなんかそれ撮らせてもらってからなんかなんか大阪この西成っていうとこなんか撮るぞって結構決意してそっから翌年からあの毎月通い始めるっていうのが始まったきっかけの方なんですねカップルのねはい次お願いしますでなんかこの辺も進めてもらってなんかこんな感じで あの人物に声かけて撮るのと、街の風景撮るのとっていうのを繰り返して、でたまにこうお店の中で撮ったりとかね、はい、してますね。で、この、あのー、撮影は、l i イ a の R8 っていう、ここにも持ってきてるんですけど、なんかこんなフィルムカメラ、ちょっと大きいんですけどね、僕、結構大きいカメラを使うことが多くて。 やっぱり人物撮るんで、なんか撮ってますよ、写真みたいな、こそこそしてませんよみたいなこうアピールとして、結構大きいカメラに大きいストロボつけて、昼間でも結構ストロボ弱くですけど、あの使用して撮ることが多いんですけど、でレンズが21ミリのレンズ使ってて、あのかなりワイドなレンズで、でワイドなレンズだと、人物撮るときに結構近寄らないといけないんで、相手とこうお話しするっていうか、手が届くぐらいの距離で撮ってちょうどみたいな。 なんか35ミリレンズとかだとね、あのとと撮らせてくださいっていいですよって話して、じゃあ撮りますってなったら、下がらないといけないんですけど、これだったらそのまま喋りながら撮れるみたいな感じで、21ミリをあの使用してます。なので、ちょっとあの歪曲してる部分があったりとか、四隅とかね、するんですけど、まあ、それはまた面白いかなと思ってね、使用してます逆に相手の手が届きそうで怖くないですか、21ミリって、相当やらないと勇気いりますよね。 そうですねなんかあのパンチが届く距離って僕、<laughs> <laughs> それがなんか、はい、おもしろいなと思って、なんかあの、人のね、話してるまんま撮れるんでね、結構いいかなっていう、あとはなんか、偶然、その僕、人物を中心に撮るんですけど、やっぱりその街の中、街の写真撮りたくて、その街の中に人物がいてたみたいなことで、背景の街が結構ね、できればパンフォーカスでいっぱい写ってほしくて。 主題は人物なんですけど、なんかサブのこう、看板だったり、街の様子だったり、後ろ歩いてる人だったり、自転車乗ってるおじさんだったり、なんかそういうのがたくさんね、映るようにと思って、21ミリ使ってますね。はい。なな…んんかこんな あとなんか音楽が結構流れてくるんですよね、大阪って。至る所でなんかあのミュージシャンが行ってたりとか、勝手に路上で歌ってる、この写真の左側のおじさんとか、勝手に座って歌を歌ってるだけのおじさんなんですけどね。はい、これ、<阪>西成の,あの地下のところですか,どどこ,ですかこれそうですね、動物園動物園前降りて、あの動物園に抜けるじゃんじゃん横丁っていう、はい、抜けるところの,、はい、あの地下ですね。 でちょうど声がすごい響くからあの、そんな上手じゃなくても上手に聞こえると <laughs>、はいう、いいスポットなんですけど。はい、私も30年前いたんですけど、まだこの風景はあるんですね、<laughs> そうですね、まあ、ここはそのまんまですね。なんか昔はっていうかね、10年、20年前は結構露天商がいっぱいいてたりとかね、いろいろ服を売ってたりとかしてたんですけど、最近はこうストリートミュージシャンがあの結構いますね。はい。この辺もちょっと進めていってもらって。 でまあ、なんかでこう、三角公園でこんなね、夏祭りがあったり、お正月も祭りがあったりとか、そういう時もあもやっぱり狙っていくっていうかね、いろんな人が気持ちいいっていうか、心を解放できる時なんでね、やっぱり話しかけやすいですし、外部の人が入りやすいんでね、そういう時もたくさん行きますからね、うん。で、なんかやっぱりその、不思議なもんで、街全体がみんなが楽しそうな、なんか、 時タイミングっていうのがあってこの写真とかもそうですけどなんか街中っていうかみんながうわーって楽しんでて別に何があるわけでもないんですけど一人あの真ん中にいてる金髪の人かなあの人が YouTuber の人でなんか自分の YouTube をなんか撮りながらあの、えー、と音楽をこう演奏ベースの演奏をしたりするんですけどなんかまあただそれ それだけけのことなんですけどねみんながわーって楽しくなっててそのなんかこう人の熱っていうかね人の集まりそういうのがなんか町っていいなとか思うんですよね、うん、でやっぱり東京だと渋谷とか、ね、新宿とか大きな都市だとそれぞれがそれぞれで楽しんでるんですけどこうみんな一体感があってこうお祭りでもないのにお祭りみたいにみんなが紅葉するみたいなことってなかなかないんでそういうのが見れて僕はもう大好きな町です。うん でこのおじさんとかもね、僕がカメラ持って、あの椅子にベンチに座ってたら向こうから話しかけてきてで、自分は沖縄から出てきてとか、いい写真撮れましたかみたいな話しかけてもらって。 で、なぜかあのあの、いつも行きつけの居酒屋に連れて行ってもらって、2日連続ご飯をおごって、どれだたんですけど、<laughs> なぜか分かんないですけど。な,なんでピストル持ったの <laughs> あピストル結構面白かったんですけど、このおじさん、鳩が嫌いみたいで、鳩には細菌がいっぱいあるから嫌なんだとかって言って、鳩がばーって寄ってくるんですよね、餌をちょうだいって言って。であの、集まってきたら嫌だから、パーンってやったら鳩る逃げるんで <laughs>、それが面白くて、いちいち。はい <で>おまありさん飛んでこないんですって。鳩トが、ね、集まってきたら、急にマスクを着け始めて銃を取り出すんですね。<laughs> 説明もなく、それが結構面白くて、何が始まるのかな <laughs> と思って。はい。はい。そんなとこでした、これは。でね、スーパータモデっていうのがあってね、あのそうこれがいいんですよ。パチンコ屋さんみたいな、あのはい、スーパーが至るところにあって面白いんですけど。はい。ここら辺そうですね。 いろんななんか人に声かけて、なんかあっと思ったら声かけて、このおじさんとかもねなんかポスターを昔,昔から集めてたわけじゃないけど、なんか仕事柄そういう仕事してて、なんかあのことあるごとに映画のポスターをね譲ってくれないかっていろんなところでしたらなんかすごいあのコレクションになって、最近このあの。 日曜日にそこの商店街の店が休みの時に場所を借りて、そこで売ってたりとかね、そしたらいろんな人が集まってきてね、また地元の人が集まってきて、話をしたり、買っていったりとかね、それ面白いから僕もいつもたまに寄って、ずっとたたずんでるんですけどね。このやっぱシンボル、通天閣がなんかやっぱりパリ,パリに見えてる <laughs> パリ、パリの街みたいに見えて、僕結構すごいいいなと思って、この通天閣っていうのをいっぱい。 風景としてて撮ってるんですけどね、うん、あ,あと大衆演劇の劇場がたくさん今でも残っててそれもなんか見るとなんかすごい面白くてねなんかこうキメっていう感じのねキメがすごいあってやっぱり年配の方のねあの役者さんとかすごいかっこよくてねで何が面白いってやっぱりこう劇場こう演劇終わった後にみんな出てきてありがとう。 ってくれるんで路上に出てくるんですよね、このまま。はい、それが結構たまらず好きでいつも、はい。これをたまに見に行きますね。これはなんか新今宮っていう駅の前の昔の職安のとこですね。今はこんな感じになってて。これは通天閣、もう超観光地ですもんね。なんかこういう路上でボクシングを習ってる少年とかね、後ろにいてるあの白い よく来たのがお父さんでお父さんめっちゃ怖そうなんですけど息子にボクシングをあの教えてるっていうかコーチに頼んでね教わってるプライベートレッスンをあの路上でするみたいなところがなんか西成っぽいなとか思ったりして面白かったですねこれ。でこれはなんかたこ焼き屋さんにお客さんがなんかこんなのな,んなんて形容したらいいのか分かんないオートバイが止まってて、はい、これも超テンション上がって。 はい、走るんですか、このバイクは。もち,も,もちろん、もちろん走る。オブジェじゃないんです。インスタレーションじゃないんです。はい、<laughs> はい。であの、乗ってらっしゃる方は、たこ焼き屋さんで、まあ、ソフトドリンク飲みながらたこ焼き食べててて、 でどうしてもこう乗って帰るところを撮りたいじゃないですか、わーんと走るところ、どうやって乗るのかっていうか、どうやって動くのかっていうか、だからずっと待ってたんですけど、ソフトドリンクで3時間、あのずっと粘るんですよね、たこ焼き屋さんで。で、僕はなんか途中、僕も一緒に入ってあの、ビールとか飲んだりしながら、3時間ずっとおじさん出てくるの待って、<laughs> はい、最後、走るところも撮ったんですけど、はい、そういうのが、これ、新世界ですね、これ。 あこれも通天多い,いですね炊き、まあ、出しがあのこの地域あるんで、日曜日とか土曜日かあるんで、なんかその時人が集まったりとかね、であんまり写真をねあのパチパチ撮っちゃうと、なんかすごいあの迷惑になったりとかね、やっぱりいろんな事情があって集まっている方が多いんで、めったにこう無許可で写真を撮らないですけどね、でもこうやって風景として。 残したいなみたいいななみこの公園もねなんか永遠に続くわけでもないでしょうしこの光景っていうのをなんかしっかり残してなんかこう戦後なんかそういうシステムっていうかね建築のためにこうあの労働者をなんていうかなあの雇うために作られた人工な町っていうことでねなんかそういうのもあの写真で残したいなっていうかなかったことにしちゃダメだなと思ってそういう気持ちも込めて写真撮らせてもらってますね。 あこれさっきの、なんか友達になったんですよね、アコーディオンのはい、路上のミュージシャンの桃井ちゃん、山口桃井って言うんですよ、本名が。<laughs> はい、本名なんですね。はい、本名。はい。で、桃井ちゃんとね、そうやって路上で会ったら、なんかね、なんか写真撮ってます、路上であの音楽やってますで、なんか結構同じことをやってるみたいなシンパシーがあってね、いつも今日はどうどんなあ人多いとかって聞きながら、はい、ご飯食べに行ったりするんですけどね。うん ね、だからだいたいいつも通天閣ぐるって回ってまた公園に行ってちょっと休憩してっていうのの繰り返しで一日歩いてる感じですかね、うん。これもなんか公園で知り合ったおばちゃんでね、たまたまあの夜あの宿の近くの中華料理食べてたら横でおばちゃんが食べててうい <laughs> とかって言って再会して。はいまあ、これも最初。あの 見ていただいたあの成人式の日にあの撮らせてもらった写真で一番派手だった女の子で成人、新成人のね、撮らせてもらったんですけど、思いっきりあの写真パッて写して、写真ってパシッって何も考えずにっていうか、全部見てるわけじゃないんで、パシッって撮ったらいろんなこと写っちゃうんで、なんか名前までパシッって写ってるから、これはこの後あの写真集とかにしたら迷惑かかるのかなと思って、今、彼女の捜索中なんですけど。 もしもう一回再開したら、なんかちゃんとコミュニケーションをとって、名刺渡して、あの、何て言うかな、写真の、何ていうか、作品として発表したいっていうことを伝えたいんですけどね。はい。また会えることを願っています。これ昭和の車だったり、これもいつもここ同じとこ泊まってたりとかね。もうこれとか、やばい。なんか写真データいっぱいあるんですけど、なんかすごい、いろんな、あの、エピソードがあるんですけど、またいいか、また違う機会にしよう。 まあなんかいろんなほんといろんな地域から話を聞いてるとね、いろんな地域からいろんな事情でここに移り住んだ人がたくさんいててね、なんかすごい僕にとってはなんかすごくね日本じゃないっていうか不思議な場所ですね。なんかね、壊れかけの家があると思って覗いたら中が看板屋さんでこんな感じになってたりとか、びっくりするんですけどね。うん で公園の中にテレビがあってね、夕方、あの大相撲とか公園でテレビが見れたりして、それもなんか不思議なんですけど、はいうん、こう自転車を、ね、こう飾ったり、とにかく、ね、大阪の人、派手なんでね、うちの母親もすごい、なんか、ひょうがらか虎がらか分かんない服着てましたけど、なんかね、ものすごく派手で、目立ちたい人が多いのか、この自転車の人も。 いつもこれでぐるぐるる回ってますけど本田先生も大阪出身でいらっしゃって、この界隈だったんですって、で生まれ育ったって感じなんですか僕は大阪でもちょっとあの北の方なんですね。うん、で北の方はめちゃくちゃ地味なんですよ。だからうちの実家の近所なんて、もうみんな黒い服しかふ冬とか着てない,いな感じで、<笑><笑>何の面白みもないんですけど、<laughs> はい、南の方にちょっと行くやつが派手にっていうか、やんちゃになってくる、はい、あの印象ですけど、はい。 僕はあの比較的上品な方の方 <laughs> <laughs> はい。ちですかね。あ、これもなんか射的場がたくさんあるんですけど、なんかこのおじさんはなんかもう人殺しかっていうぐらい、あの本気で射的をずっと殺し屋の目押しであの射的してたんで、あまりに面白いから一枚取っていいですかって言って取らせてもらったんですね。ねこれもあの路上であの夕方、あのー お酒を飲んで楽しそうに話しているのが、すごい遠くの方で見えて、で、わあ、撮りたいなと思って、早く信号が青にならないかなと思って、青になって走っていったら、なんかたまたま、その前日に知り合いの知り合いから紹介された人で、あの、左と真ん中の人がね、ミュージシャンなんですけど、はい、たまたまそうだったんですよね。で、撮らせてもらってるんですけど、隣の右側のおじさんは地元のおじさんで、 お前何撮ってんだっつって、そういう写真とか撮るんだったら先に差し入れとか持ってくるのが筋だろうとか怒られて、すいませんっつって、これ撮ったら買ってきますからとかって言ってね、あの怒られてる最中です、今 <laughs>、はいうん。この人とか面白くて、なんか向こうから話しかけてきて、それであの話しかけてきたんで写真撮っていいですかって撮らせてもらって、そしたら人と話すって素敵ですねって言ったんですよね。なんかその言葉がすごい 印象に残ってて、はい、はい、そんな人ですね。この成屋っていうそのきの公園、大きな三角公園っていう公園の前に居酒屋があって、ここがなんかね、なんかパワースポットでいろんな人が出入りする場所でね、このお店があることで公園もあの外部の人もいっぱい来たりとかするあの拠点みたいなとこですかね、ここは。 なんかこういうあの逆光で、えー、と鳩に餌あげてるおじさんとかこういうのも写真、鳩に餌あげてるとこ撮っていいですかって話しかけて撮るんですけどなんか何とも言えないあの過去の記憶を呼び覚ますっていうかねなんかすごい昔見たことあるような子供の頃見たことあるような風景っていうかねそういうのをすごい感じますね。 でまた途中でお話できたらいいと思いますけどな、なぜモノクロで撮ることが多いかとかもそうなんですけど、モノクロだとすごい抽象的でね、なんか時代もわかんないし、具体的な情報がパッとこう全部抽象的になって、なんかそこが記憶とつながって、なんか懐かしさだったりとか、いろんなことを思い出したりとか、想像力膨らんだりとか。 なんかそういうところがなんか、ね、モノクロの暖か,かさというか、人間のなんかこう熱とかを感じたりとかね、ねそんなふうに僕は考えてるんですけどね。あこれはもう子供たちも、もちろん西成ではもう前回で、もうこ,れこんな感じで自転車を改造して、ブンブン言いながら、はい、走ってきたんであの、追っかけて撮らせてって言って撮らせてもらって。はい、本当にこれは令和の写真ですよね。<laughs> そうでうですよね。<laughs> はいはい、去年、去年、一昨年しかきあ、去年か、去年の成人の日の,あの成人式の会場のすぐそばをこれで暴走してたんですけど、彼らは。<laughs> はどこで作ったか聞きたいですね、シュラって書いて、なんか、インスタグラムで最近はね、みんな知り合いになって、昔は名刺を渡して、住所を聞いて、あの写真を渡したりしてたんですけど、最近は若い子はみんな、インスタグラムやってますかって聞いて、インスタグラムで交換して、知り合いになって。 でその後もインスタでやり,あのあのやり取りをしたりとか、ね、して、したらやっぱお父さんがそういうこういうオートバイに乗っという方で大好きみたいでね、はい、いつかお父さんの写真も撮らせてもらいたいなと思ってるんですけどね。はい、あこういう、ね、シスターがいててねあの、みんなと仲良くしてて、で絶対写真断られるかなと、すごい真面目そうだしと思って話しかけたんですけど、なんかいいわよって言ってくれて、撮らせてもらって。はい あこのおじさんもねいつもいてるおじさんで音楽がすごい好きでさっき知り合になったミュージシャンの山口百恵ちゃんともすごい意気投合してねあの仲良くなってあと3人でよく会ったりもするんですけどね,ねこういうなんか冬はね寒くて、あのー、あの死んじゃったりとかする生活あの路上生活の方もねいてやっぱ厳しいんでずっと、あのー、お正月って とかは炊き出しを24時間炊き出しやってたり火を起こしたりとかねそういうしてる時の写真ですね。でなんかすごい助走してる方がすごく多くてねあの新世界とかってね、うん、この結構出会いますねたくさん,、うん。このおじさんもなんかいろんな話してもうここで話せないような話をいっぱいしてましたけど <laughs>、はい、そうこういうなんかそういうお店が多いですよね。 うん、そうですね、なんかこんな感じで僕はあの、写真を、街を歩いて写真を撮ってますね、なんかこう、自己紹介というか、はい、こういう歩いて気になったものをこう撮るって、でまあ、人物が多いんであ、この写真とかも銭湯に、あの銭湯がたくさんまだ、この地域たくさん残ってて、いろんな銭湯行くんですけど、 宿から一番近い銭湯行って、えー、とお風呂入って、あのすごい寒い日だったんで、うわー、ちょっとまったあったまったと思って、出ようかなと思ったらなんかよ、左側に3人並んで、こんな感じでいてて、うわーと思って、で、写真撮っていいですかって言ったら、いいよって言うから、もう慌てて裸のまま脱衣場まで行って、で、なんかお風呂屋さんに見つかったら怒られそうだから、なんかカメラをこう隠して入って裸のまま。 <laughs> であのカメラ構えるんですけど、曇るんですよね、レンズが当たり前ですけど、だから何回もタオルで拭いては撮って、拭いては撮ってて、3枚しか撮ってないですけど、で写ってないかなっていう、ファインダーも何も見えてないですからね、曇ってね、でもなんとか写ってたっていう写真ですね、なんか面白いですね、これ。ね、こう教会があったりとか、すごい狭い地域なんですけどね。 このおじさんもね、なんか話しかけたら、あの昔、五十流っていう空手をやってて、空手の達人だったみたいで、筋肉もムキムキで、そし,したら調子の電柱とかバーンってこう殴ったりするんですよ。本当に電柱がブーンって揺れるぐらいすごくて、<laughs> <laughs> はい。で、まあ、日頃は肉体労働されてるんですけどね、したらなんか半年後、松葉勢ついて、すごい弱々しく歩いてるのをあの発見して、えおじさん、どうしたんですかって,って言って。 濡れたままの,あの雨が降って次の日も仕事で濡れたままの旅を履いていったらしくてそれで仕事しててで足の傷口からなんか細菌が入ってそれが腰にきて歩けなくなったっていうんですよねだからうわそうかと思ってなんかすごいショックで,でおじさんも元気ないけど絶対リハビリ頑張るからとかって言ってで最近はまたかなり復活して元気になってきて絶対まだまだ働けるよって、ね、おっしゃってますけどねそういう方ですね もう友達になりましたね、あのおじさんとはね。これはなんか珍しく、梅田とかかな、なんか大阪全体を撮るか、本当に西成とかあの新世界とかをね、撮るかっていうのを最初迷ってて、大阪っていう,もうくくりで全部撮るの面白いなとかね、思ってたんですけど、気がつけばなんか、あの西成区と、 新世界は、なにわ区っていうんですけど、なにわと西成子ばっかりになっちゃいましたけどね。うん、この方も,もう昔から、今、90歳って本人おっしゃってましたけど、嘘か、本当か分からないですけど、本当、なんか僕が学生の頃三30年前からここでギター弾いてらっしゃるんで、ね、あの昔からいらっしゃいますよね。人です これも道頓堀でさっきのは山口ももちゃんですね。うん。そうですね。こんな感じか。じゃあ、このままちょっと進んでいってもらって。 なんかね、人物の写真ばっかりだとね、あの見てる方も疲れちゃうんで、こういうあの街の風景みたいなのもね、たくさんあの撮って、残していきたいなっていう気持ちも強いですね、最近。ま先生、これらはすべて、えー、とフィルムカメラなんですか先ほど見せていただいたカメラあ。そうなんです。全部、うん、あのフィルムで、暗室で自分で未だにプリントしてるはい、写真ですね。カラーも自分でプリントしてますね。はい。うん フィルムカメラと,あとポジを使い分けてとていう形で撮られてるんですか、<あ>ジョジそうですね。あの、モノクロのフィルム、イルフォードのカラーはカラーネガフィルム、コダックのカラーネガフィルムを使ってます。<っ>うん。この辺ちょっと早めに進めてもらっていいですかね。もうそろそろ、あの、この辺の写真が終わると思うんですけどね。 うん、この辺とか、今年のお正月とかですね、もう、つい最近の。もう元旦、大晦日と元旦からあの家族を置いて西成で過ごしてしまいきます。<laughs> <laughs> ほぼ三角公園の周辺なんですね。なんか、ところどころで公園が映り込んでるのは、やっぱり<あ>三角公園ですか、やっぱりあれは。そうです、全部三角公園ですね。あ,あごめんなさい、2個前戻ってもらっていいですか、すみません。 この写真なんですけど、なんか商店街の中にこの壁があって、あのすごいたくさん文章があってで、やっぱり文字って写真に撮るとすごい強いんですよね。でもしもあのこれが日本語じゃなくて、全然わからない言葉だったりとかしても、やっぱり文字ってなんかすごい写真に写ると強くてね。で、でまあ,あの、日本語が読めるんだったら、日本語の意味とかあの理解するとまたすごい強くて。 なんかいつもなんかこの場所すごいよなと思ってたらある時商店街通ってたらそこの前でおじさんが日本酒を飲んでてもう完璧なシチュエーションでなんかもう写真の神さんは僕にプレゼントをくれたみたいないつもここで撮りたかったところでもぴったりおじさんが日本酒飲んでてでちょっと1枚写真撮らせてもらっていいですかってもうこの状況がすごい素敵すぎるんでって撮らせてもらった写真で,で、まあ、5枚ぐらい撮らせてもらったんですけどで途中であの 急に一気飲みするんですね、おじさんが。多分、写真早く撮れよって待ってたらと思うんですけど、こう、カップを持って。で、僕がなんか、なかなか撮んないから、かグイって飲んだ瞬間の一枚で、これはなんか結構嬉しかったですね。2021、1、2年、2年、撮り始めの頃かな。すいません、これで進めてもらって。 で、まあ、モノクロが5本取ったらカラー1本取るみたいな感じで、はい、ペースで撮ってますかね。ほとんどまあ、モノクロですけど。電車の中でも撮ります。<laughs> で追っかけて行ったりとかして、ちょっとついて行っていいですかとかって言って、電車の中で発見して。 もうとにかく車がいてなくて自転車ばっかりっていう街ですからね。それも面白いんですけど。街中自転車が止まってるんですけど、ね、あこれもまだいまだにね、囲碁があったりとか。税金とかも面白くてね。 はい、ありがとうございます。なんか今までのが一番最,最近の写真で、はい、見ていただきました。なんか自己紹介がてらと思ったんですけど、結構多かった。あんな感じで僕は話しかけて、淡々と写真を撮ってます。で、次はですね、あの僕があのさっき紹介していただいたみたいに、大阪のビジュアルズ専門学校っていう学校行くんですけど、学生時代に撮った写真。でそれで あのご紹介いただいたように、あの純太陽賞という賞を、まあ、なんかすごいラッキーにいただくんですけど、それがまあ写真家としてデビューになるんですけどね、その写真をちょっと見ていただきたいと思います。で入学したのが1995年で、95、96がたくさん撮りましたね。で、学校の先生が、写真家の先生がすごく多くて。 で、その先生に絶対負けないぞと思って、もう先生ライバルと思って、あの撮ってましたね。これも本当、アメリカ村とか、それこそ西成も行ったんですけど、怖くてカメラ出せないみたいな感じでね、あのアメリカ村とか、まあ、道頓堀とかが多かったんですけどね、うろうろ歩いては、若い人が多かったかな、やっぱり撮るのがね、撮らせてもらいましたね。 でこうやって話しかけて撮らしてって言ったら、途中でこう、シャドーボクシングしだしたりとかして、そのままフィルム1本撮ったりとかですかね。ね、こんな感じで。最初は立ってる、なんかちょっとポートレートっぽい写真だったんですけど、だんだん動きが出て、ね、コミュニケーション撮って、撮ってる写真ですかね。この当時の先生、レンズは何ミリぐらいが一緒だったんですかえっと、28ミリと35ミリが一番多かったと思います。はい。 でたまにこの写真、もしかしたら24かもしれないですね。はいでもほとんど3 5ミリかなが一番多かったと思いますね。うん、で、あのー、さっきもあのー、大阪新聞で連載っていう話もあったんですけど、なんか写真を撮ってると、撮らせてください 声かけたことで何かが始まってで、その人とのやり取りが始まって、なんかこんなことがあったんだみたいなことをね毎日思うわけなんですよね、今日こんな人と出会って、こんな会話があってみたいな、なんかそういう写真撮るって目の前に行かないと撮れないんでね、なんかその行為、写真撮る行為、まあ、写真っていうのは絵なんですけど、行為もなんか撮影の作品の一部だなみたいなことを思い始めて。 それで、なんか、たまたま新聞で、その、撮影した人とのエピソードっていうかね、この時僕がどう言ったら彼がどう言ったかみたいな連載をね、させてもらうに至るんですけど、なんか今思えばです、その時は無意識なんですけど、今思えばなんかそういう行為としての写真っていうのも作品に、なんか作品の一部だと思うんで、結構写真の下にキャプションをね、入れたりとか、写真集とか写真展とかの時にね、 この人とこんな風に出会いました。とか、何かそういう風な展示方法というか、写真の見せ方をすることが多いですね。ま皆さんもなんか写真にね。タイトルつけることは多いかと思うんですけどね。なんか写真に一言でもいいですけど、長くても短くてもいいんですけどね。キャプションがあると見る方があそうなんだ。みたいな感じで思ったりとか、また見え方が変わったり、感情移入よ,より深くなったりとかねすると思うんですけどね。 で学生の時はあは、ずっとあの、なんていうのかな、あんまり写真のことなんて考えてないっていうか、何も分かってないですからね、始めたばっかりで、何も思わず撮ってるんで、あ,のあんまりなん、なんていうかな、写真なんて撮れてないんだろうなと思ってたんですけど、なんかな何年かして、最近の話ですけどね、ここ5、6年前ぐらいに、自分の学生時代の写真を見返してみたら、なんかめちゃくちゃ面白くて、<laughs> 学生時代の写真が。 でそっかと思って、なんかまだ何も分かってないと思ってたけど、結構分かってたんだみたいな、無意識に。だから多分、なんか皆さんも撮りたいもんってもなんか必然的にっていうか、最初からこういう写真が好きとか、こういうのが撮りたいとか、こういうのに反応してしまうっていうか、無意識の部分でなんか興味があるとかいう部分ってあると思うんですよね。なんかそれにこう忠実にというか、あの従って、なんかあまり色気を出して、こうした方が、あの、 いいって言われるかなとか、こうした方が誰々にあの褒められるかなとかって、なんか気持ちを捨てて、なんかやっぱり自分の撮りたいみたいなものをなんか撮ると、すごくいいんじゃないかなと思うんですよね。だからこの辺は多分本当、あのそういう気持ちが全くなくて、無意識で撮ってる写真ばっかりなんで、すごい今の自分が見ると、参考になるっていうか、なんかそんな気がしますね。あれ先生この当時って カメラって AF じゃなくてマニュアルで撮ってたじゃないですか。はい、あ、そうですね。きょうは。その緊張感と露出とピンと合わせると、はい、その中でコミュニケーションを持って、とてもとても私たち余裕なかったかなと思っちゃうんですけども。でも結構あのいつも緊張して、今でも覚えてますけど、話しかけようかな、どうしようかなって言って、話しかけれなかった、悔しい思いしたりとか。 話しかけたとしても、あのすみません、写真撮らし,してくださいって言った後言葉が出なかったりとか、心臓がいつもバクバクしてるのは覚えてますから、かなり緊張してたと思います。んでだんだんとやっぱり大阪なんて狭い町なんで、1回撮らせてもらうと、また2回目、3回目って再開することが多くて、だんだんとあの、まあ、同世代だったっていうのもありますけど、知り合いになったりとか。 あとは写真をね、撮らせてもらった写真をいつも送ったりとかね、以前は住所を聞いて送ったりとか、また再開したら渡したりとか、なんかしてたんでね、なんかそれで一回渡すと信用されるんで、すごい一気に仲良くなったりとかっていう感じですかね。だからこういうバンドをやってたような人たちとは、なんかみんな仲間っていうか友達になって、今,今でもなんかつながりがあるような大阪帰るとね、あの、 友,友人とはまた違うのかな、ちょっと不思議な関係ですけど、おお、久しぶりみたいな、なんか昔の同級生と会ってるような感覚はありますよね、すごく。うん、この辺もちょっともうちょっと早く進めてもらいますかね。うん、うんん、なんか懐かしいです。結構結婚式行ったりとかね、いろんな人の <laughs>。 なんかしましまたねバチッとストロボを当てるのは止めるというところとやっぱり主体を浮き主役というか浮き上がらせてフォーカスするというそういう目的もあるんですかストロボを結構必ず使われるというと <laughs> そうですねなんかストロボ当てることでなんかその、まあ、人物主題なんですけど服とか革ジャン着てたら革の質感とかなんかそういう髪の毛とかそういうのがこうエッジが強く出てくるんで。 あのまあ、この写真とかでもそうですけどなんか服の汚れとかあのベルトの金属の質感とか、はい、あのタトゥーの、ね、皮膚のテカリとかなんかいろんなものが結構目には見えないんですけど突然写真に出てきて画面中が結構情報になるっていうかそれがストロボの結構面白いとこでなんかそれでストロボ使うことが多かったですね当時も。 これとかストローブ使ってね、この辺2枚使ってないんですけどね、そうするとやっぱりなんかちょっとあのピント合わしたとこがメインになっちゃって、社会心の浅いとね暗、暗い場所だとね、ピント合わしたとこがメインでピントボケてるとこがサブみたいな感じになって、なんか主役と脇役みたいになっちゃって、なんかちょっとなんか違うなって思ってたと思うんですよね、当時もね。あストリートスナップ、映し,したいものだけ浮かび上がらせる、やはりその周りがあってのっていうところも。 スストトリートスナップっていううことなんでですすかねそうですねそ主題、もちろんこれを撮りたいと思って写真を撮るんですけど、たまたま写ってしまった何かだったりとか、た,たまたま写ったら意外と強かった副題があるとか、それで画面上に、その主題と主題にほぼ近くなってきた副題がたくさんあるっていうか、画面一枚の中にいかにこう主題をたくさん作るかみたいな、メインをたくさん作るかっていうのが、スナップショットの面白さじゃないかと思うんですよね、絵作りのね。 なんか出来事をなるべくたくさん入れ込むっていうような一面の中にそういうことはなんかあの学生の時から心がけてた気がしますねだからこの写真とかもなんかバンドの子たちがいてるんですけどやっぱ後ろのなんかサンロードシティって左上にあったりとかそれで場所がちょっとなんか場所の情報が入ったりとかなんかそういうのが結構ね僕にとっては大きかったですねあの地面があのタイルがあんな白と黒のタイルになってるとか なんかそういうのが結構面白いなと思って、写真撮ってたと思うんですよね。無意識ですけどね。ああこれも一本丸ごと,丸ごとあの話しかけて、さっき写ってた写真なんですけどね、これもなんかお店の前で座ってる男の子がいて,て、話しかけたら、あのそのお店の中で働いてるお姉さんに振ら,振られたんですって、振られたから夕方彼女がバイト終わるまでここで待ってるんですみたいな話で。 その話がすごい面白くて、ほんで、ちょっとお願いがあるんですけどって言われて何、何って言ったら、そのお姉さんになんか、あの、なん、なんか伝言を頼まれて、僕は伝言を言いに行ったら、お姉さんが出てきて、この男の子が怒られるみたいな、叱られるみたいな最後落ちなんですけど、はい。うん、なんかそんなんがあって、なんかそういうエピソードが面白くてね。はい。 でなんかあの、まあ、ちょっと前後するんですけど、あの順対要証っていうのを頂い,いて、それで大阪新聞っていうあの有刊誌の若い記者の方を紹介していただいてね、でお前文章書けるかって言われて、もちろん書けないんですけど、書けますとかって嘘で <laughs> 言って、じゃあ連載しようみたいなことになって、連載が急に始まって、で週1回なんですけどあの、写真と文章でこんな感じで、今、あのお話ししてたあの田村。 トラビス・コーイチ君の話とか、もう、新聞に載るよとか当時言わずに、無許可でどん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 行って、で、担当の記者の人も、どんどん行け、どんどん行けとかって言って、なんか問題があったら俺が何とかするからとかって考え考えられないし、はいはいもう。今では考えられないで。私も新聞社いましたけど、確かに今考えられないし、<laughs> でも当時はそうだったなと私も思い出しました。あそうですか <laughs> もう。じゃんじゃん行っちゃって、すごい面白かったですけどね。 こうやってどんどん勇敢に、あの、すられていくわけですよね。で、途中、1週間、2週間って始めて、10回目ぐらいまではいいんですけど、途中からだんだんネタが尽きてきて、どんどん、はい。すごいなんか、あの、面白くない,ない内容とかもたまにあるんですけどね。では、この辺はちょっと進めていっていただいて、なんかこんな感じの連載をやってて、 なんかこれを今見るとあ原点だとかってやっぱりね思い出す部分もすごくあってなんかこういうねなんかそのドキュメンタリーみたいなことあの写真と絵とその撮る行為みたいな,なんかその人と人とをつなぐのがカメラみたいなことをなんか伝えれたらいいなとかね思ったりしますね。 結局1年弱かな、10か月か11か月か続いたんですけどね。だから僕にとっては、あの写真で初仕事って感じでしたかね。ね犬とプルイクラとるおじさんとかおもしかった。もうあのビジュアルアーツ学校は卒業されてた卒業されてまずこれが仕事って感じだったんですか いや、まだ在学中学で連載も取れてたんですね。いや、本当、運,運がよくて、もう本当になんか不思議不思議な縁で。で、そのね、あのー、産経新聞系だったんで、記者の方ともね、また東京であの再会して、その後あ、こんな感じ、あ、これがあれだ。 あとで,でも出てきますけど、巡太陽賞も組写真、20枚の組写真で応募だったんで、それの写真ですね、これ。で、今の新聞と巡対応賞にあの応募した写真の中にあの、この清原さんっていう人が写っててで、なんかやっぱり人物の写真を撮るとか発表するっていうのが、まあ、大丈夫なのかみたいな、あのまあ、肖像権だったりとか、なんかプライバシーの侵害にならないなのかとか。 なんかトラブルはないんですかっていう質問をよく、ね、受けるんですけど、なんか清原さんの写真をあの、まあ、無許可で掲載して、当時、清原さんは、えー、と写真は良くて、なんかそのキャプションがその文章がなんかオフィスなんとかの、まあ、社長なんだけど、あのゴミ箱をあさっていたっていう、まあ、事実を僕は書いて、ゴミ箱を漁さるって書かれたことになんか名誉毀損だみたいな感じで怒ってらっしゃって。 で大阪新聞の方にもなんかちょっと苦情とか起きたりして、で、あの清原さんが来てるよって言って、僕が慌てて行って、謝りに行こうと思って行ったら、おおとかってって、僕には機嫌が良くて、なんか新聞社がなんかすごい <laughs> 怒ってて、で、この写真はですね、なんかそれから5年後ぐらいかな、5年後ぐらい、なんか僕が東京に上京した後だったんですけど、東京まで清原さんが来たみたいで、電話が突然なって、携帯の、お元だ、清原だとかって言って、あ別、僕めっちゃ清原さんって、もう一回名前言ってるな なんかあの今、ジョナさんに新興園寺の,あの駅前のジョナさんにいるから怖いって言われて行ったらなんかやっぱすごい怒っててお前、俺な何だと思ってんだみたいなその大阪新聞とあの平凡社の太陽という雑誌に無断で掲載して俺は迷惑受けてんだみたいな感じでなんか言われてでもずっと僕はあの清和さんがまたスーツ着て頭もなんか怪我したてでなんかすごい写真撮りたくて。 で怒ってるけど、なんか写真撮りたくて仕方なくて、ほとんど話聞いてなくて、すいませんって言いながら、で、だんだんと話してたら、清原さんがん昔の自分の話とか、生い立ちみたいな話をしだして、だんだん機嫌が良くなってきて、そうなんですか、そうなんですかって,って、ちょっと笑顔になってきたから、なんかタイミング見て、あ、写真撮っていいですかって言ったら、いいよって言うから、またそのまでこう写真撮れた1枚で、僕にとっては結構宝物で、で、次の1枚お願いしていいですか。 で、なんかこの時に清原さんはせっかくあの東京まで来たからあの、新幹線代だけでもくれよとかって言って怒りながらですけど、で、和解書書くからって言って、和解書をその場でこうやって書き始めて、ジョナさんで、で、その太陽の編集部と大阪新聞のこのトラブルを、まあ、このお金で解決しましょう、この場でみたいな感じで、2人でなんかボインをピコって押して、あのジョナさんのとかで、主肉ないですかとか聞きに行って。 ピッててて押ししでなんか和解したっていう、はい、もうこれもなんか僕にとってはすごい作品っていうかすごいもうなんか愛おしくてその彼,彼のこともこういう出来事っていうこともそういうこともなんか写真の面白さっていうかねやっぱり撮らせてもらってるっていう気持ちっていうかねやっぱ相手をリスペクトしたりとかちゃんとね尊重して写真撮らせてもらってたらトラブルになってもトラブルでもないというか。 問題にならないんじゃないかなと思って自分の非があるところはねしっかりごめんなさいって謝ったりすれば人間同士なんでねよっぽどプライバシーの侵害でなんか問題がある場合は別ですけどそうじゃない限りはそんな問題はないん,だないんじゃないかなとは僕は今も考えているところですかねそのなんか一つのエピソードとしてあの見ていただきましたであのさっきからあのお話してた授賞式なんかこれが 学生2年生の時、二2年生の,あのビジュアルアーツ2年生だったんですけど、2年の時に受賞して、なんか意味のわかんないまま、あの東京の,あの、どこだっけ、九段,段、普段じゃないな、半蔵門かどっかの,あのクラブ関東ってとこかにあの来てくれって言われていて、で、服とか何着て,行っていいかわかんなくて、で、なんか一応ネクタイ締めていこうと思って、シャツにネクタイをして、でも一応、 革ジャン着ていこうみたいな感じでなんかあの、はい、一応あの突っ張るところとあの真面目なところと両方,両方行こうと思って、はい、あのネクタイして革ジャン着るみたいな変な服装であの行ったんですけどで審査員が荒木信義さんとか高梨貴さんとか立花井とか立花隆さんとかなんかそうそうたる方で,であの歴代の受賞者の写真家喜界広さんとか 大西光さんとかもその会場とかパーティーにね、あのお越しになられて、いっぱい話しかけてもらって、まあ、よく来たな、みたいな、これからは大変だぞとか言っていただいて、なんかそれが、あ日本の写真界に、なんかこう入れてもらえたんだみたいなのがすごい感じて、そこからなんかさらにっていうか、やっぱり写真、東京で写真やっていこうかなみたいな、け結構決意が芽生えた瞬間でしたね、この授賞式で。 96年か、96年ですね。お貴重な写真ですね。そうですね。<ー>で、内容が、はい、こんな感じの20枚でしたね、街の写真、大阪の。で、全部下にキャプションを入れて、で、日原さんの写真、ここにあのゴミ箱あさってるって書いてて、これが怒られた発端なんですけどね。これだけ大きいと、やっぱり、<laughs> <laughs> はい。 そうなんですプリントもね、結構焼き込みとか、すごい雑でまい、周りが黒くなっててね。でも、これもこれで、なんか今では全然嫌じゃなくて、なんかゴリゴリしてていいなと思うんですけどね。はい、こんな顔でした。はい。で、 えとその後上京してあの東京で写真をま撮るんですけど、まあ、大阪と東京の差がまた激しくて、えー、と大阪はね写真撮らせてくださいって言ってお兄ちゃん写真やってるの僕音楽やってるのとかなんですけど東京上京して写真撮るとまあ何に使うんですかとかなんで撮るんですかとかいう質問が多くてなんでって言われたらなんでやろみたいな感じになれちゃったりとかしてねあの撮りにくくもあったんですけどでも結構夜撮ることも多かったりとかして。 はい、そのままあの続けてる感じですかね。ちょっとこの辺はさらっとあの見ていただこうかと思います。大阪の写真もね、混ざってるんですけど、たまに寄生して、ほとんどが東京かな。この「突っ張るな」っていうシリーズは35ミリのカメラで、えーと、レンズも35ミリで撮ってます。で、結構ストロボも少なめですね。この当時、あんまりストロボ使わなくて。 で、さっきからお話してるみたいに、やっぱ画面の中に、やっぱりいろんな情報、人物メインが多いんですけど、入れるみたいな取り方ですかね。あの僕の取り方の中では、一番あの人物のポートレートが少なくて、結構スナップショット、まさに風景も交えたスナップショットが多い一連ですかね。 結構、あのー、画面の中のま情報っていうか手前中間奥みたいな、こう、レイヤーたくさん画面に入れるみたいな。こういうのもやっぱり左の6分ローラーみたいな、女性2人と結婚式のなんか行く前の <laughs> グループとみたいな、なんかこう、画面にやっぱり、ニコさんを入れていくみたいな、取り方が一番強かった頃かな。今の手前中間奥というのはどこか必ず頭を置いてるんですかそうですね。 一つだとなんかつまんないっていうか、ああ、と思ってたんで、いつもなんか、なんか奥に入れようっていうか、ほとんど撮りたいものの主題見,見てるんですけど、主題の奥の背景ばっかりを見てて、主題はなんかもう、なんていうかな、横目で見てるっていうか、見なくてもまあ入ってくるんで、ほとんど奥に何があるかなとか、看板があるかなとか、電柱があるかなって、うん、奥を入れ込むっていうか、うん、画面構成みたいなことを考えながら撮ってましたね。 こういうのはちょっとイレギュラーかもしれないですけど、ストロボ使うと、なんかそれがあれですかね、背景というよりは、服のなんかシワだったりとか、ベルトのテカリだったりとか、手の血管だったりとか、なんかそこが結構複題になってきて、そこ結構面白くて、またちょっと違うかもしれないですけどね。まあ、こういうのもそうですね、画面中になんか質感、モノクロなんでやっぱり結構質感がザラザラとか、なんか テカテカとか、なんかそういう質感がたくさん入るんでね、そういうのもあのいっぱい意識してましたね。これもやっぱりバイクと奥の車だったりとかね、道路だったり。こういうのも電車で撮るんですけど、なんか背景の座ってる乗客の方とか、手すりとか、そういうのも考えながら撮ってましたね。 こう,いうのもそうですね、ごちゃごちゃしてたらしてるほど嬉しいみたいな背景が。あ、これプロレスラー中赤西さんですけど。こういうのだから嬉しくてしょうがないですよね。これロボットレストランって一時期歌舞伎町で <laughs> 流行ってたんですけど、もうギラ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 ってしてるんで、どうやったって写真にすると、モノクロにすると特にですけど、面白くて、何回も撮りました。 先生、逆に、うのくるとってストロボを当ててで、国、はい、えっと、大い焼きと焼き込んで、上であえてまたそこをフォーカスするために焼き込んだりと意識して、こ焼かれたりとかするんですかそうですね、おっしゃる通りで、あの、暗室の中でやっぱり大い焼き、シャドウをとにかく潰さないようにして、ストロボ当たったら手前は飛んじゃうんでね、焼き込むんですけど、 シャドウのストロボ当たらなかったところをあの、シャドウをしっかり出してあげるみたいな。それはデジタルでもそうですね。でデジタルでも結構シャドウをいかに起こして情報、消えちゃう情報を出しちゃうか、いかに出せるかみたいなところですかね、大事にしてるのは。ゼロではなくて何かあるというところやるとし、ね、そ,<と>そうですね、はい、写真絶対写ってるんで、そこを絶対潰さないって感じですかね。 と言いつつ背景めっちゃ潰れてますね <laughs> だからこういうのが面白くて画面中に情報があって目で見ても見てもあの全部が見切れないっていうか写真の方が凄まじくて全部映っちゃうんで一瞬にして文字文字にしても四隅までねすごい情報量が入ってくるんでそれがなんか写真の凄まじいとこっていうかねついていけないわっていうところで好きなんですよね。 でも、こうやってあの自分でこう見てると、やっぱり時期によって、あれですね、人にすっごいこう話しかけたいっていうか、人とコミュニケーション取りたい時と、やっぱりちょっと人からこう、なんていうかな、遠ざかりたいというか、距離を置きたいみたいな気分があるみたいですね、僕もな波がね。やっぱり人とずっとね、あの付き合ってると、さっきの清原さんみたいに出てこいとくれたりとか、<laughs> なんか疲れる時もあるっていうことですかね。 なんかこう見てると、この時は結構あんまり人にアプローチしてなくて、それほど写真の出来事が少なかったんじゃないかなと思いますね。結構ドライな感じですね。あと僕、オートバイも乗るんですけど、オートバイに乗ってあの走ってる人を追いかけて話しかけるとかいう撮り方もたまにあるんで、オートバイ乗ってる人も結構いますね。 あこう寝てる人もなんか勝手に撮っちゃだめだと思って、なんか起こさないように写真撮っていいですかとかこう、<笑><笑>はい、じゃなんとなくうなずいただうか思い込んで、はい、撮らせてもらったりとかしましたね。これ そうですねこういうのもやっぱり 35mm でね、3単位でちょっと長細くて、その中にいかにこう入れていくかみたいなとこでですかねであの写真の撮影の仕事もさせていただいてて、それで結構ね、地方行くことがもう結構多いんでね、地方の写真もこの頃は多かったですね。 コロナよりもっと前ではい、地方で写真撮ること多かったんで、結構東北だったり、ね、これだって与論島かな、行った時とか、大阪もあるし、いろんなとこ写ってますね、今見ると、四国とかもありましたね。どんな感じかな。 ごめんなさい、同じ写真でしたね。これとか四国だ。これもなんか占い師のおじさんがいてるんですけど、後ろ背景が面白いんでね、ストロボで撮ると絶対文字がうわーってくるだろうなと思って、それで撮った写真ですね、なんか面白いですよね、こういうの。 ねえなんかストロボをね、使われる方もしかしたら少ないかもしれないですけど、やっぱりストロボの効果っていうのもねあの、もし質感とかがね、お好きであれば、あのー、うまく使えると、すごくまた写真、エッジが綺麗に出たりとか、なんかするんじゃないですかね、可能性あるんじゃないですかね。僕なんか新聞社の時ストロボを壁に当ててバウンスとか、ついついそっちの方を意識してみたいってあるんですけど、あ,<ー>あ,あえて時間で照明ってな、なかなか <laughs>。 勇気が逆にいるのかなと思って、はい、こうして見ると全然ほ,ほんと浮かび上がるんですね、死体がねそうですね、なんか僕はもう全部ダイレクトでパコーンと当ててますけど、はい強、まあ、すぎるとね、背景が真っ暗になっちゃうんで、そこの調節だけしてる感じですかね。 結構写真点数が多いんですけど、皆さん疲れてないですかね <laughs> 大丈夫ですかね写真を見ると、あの異様な体力を使う。不思議と。はい。<う>なんか、あの、はい、主張されてる皆さんも、もし質問とかあれば、どんどんあのチャットいただければ、チャットに入れていただければ、あの答えますんで、<や>よろしくお願いします。いや、引き込まれます、本当に。時代を超えてというか、10年前の写真と、今の写真と。はい。これは月時間。あ、これ月時間ですね。 で、ごめんなさい、これは、こえっ、ー、とトドロキっていうタイトルで、67ですね、中盤番カメラで撮ったあのシリーズで、これは2015年、16年あたりですかね、ずっと67で撮ってたんですけど、で、あのてたんですけど、 私ちけるとかっていうことで言うと、この写真とか、例えば分かりやすいと思うんですけどあの、新宿の西口のデパートの前なんですけど、人がまあこっち、ぶわーっとあの人が通ってる大通りなんですけども、ぱって見たらこう、ルイ・ヴィトンって書いた真下におじさんが座ってて、そこになんかビル,ビルから当たってる光なのかな、西日がパコンってスポットライトみたいなの当たってて、もうなんかえ映画の主人公かみたいな感じで、どうしても撮りたくて。 やばいと思って、これ、走ってって、すいません、写真1枚撮っていいですかって言ったら、嫌だって言うですか、だめだって言って、断られたんですよ。でも、どうしても撮りたいから、パシッと撮って逃げようかなとかって思ったりとかして、どうしようと思って、あ、そうだと思って、なんか、オスクまで行って、なんか、ビール2本と、なんか、タバコ一番安いタバコ若葉とか、なんか3箱とか買って、お茶に持ってって。 よかったらこれ飲んでくださいとか言いながら、でもう一回写真撮っていいですかって、もう一回頼んだらいいよって言ったんですよ <laughs> それで撮れた写真なんですけど、なんかそういう工夫っていうか、どうしても撮りたいときに断られたら撮れないんで、いかになんか撮らせてもらうかみたいな、なんかこう、ちょっとしつこさっていうかね、あ,のあまりしつこいとね、相手にも迷惑になっちゃうかもしれないですけど、なんかそれも。 あの大事というか、その時にね、どうすれば取らせてもらえるかなとかいうことも、ケースバイケースですけど、大事なのかなと思った一枚ですね。はい、もちろん、断られることも結構あったわけですよね。そうですね、あんまりないんですけど、ああそうなんですか,んかへこまないですか、はい、となんかへこ。一回断られてへこん,んじゃって、ちょっと勇気が出ないとか、なんかありそうなで,あでも、その日はあのちょっとなんか落ち込みますよね。ざ <laughs> っくりみたいな、断られ方にもよりますけど。 でも、すぐす、僕の場合忘れ、忘れちゃいました。また新しい魅力的な人と出会うと、またそこでパッと変わっちゃうって感じですかそうですね。やっぱり、なんか、あの今日見て前半見ていただいた写真も、なんかもう、会うべくして会ったっていうか、なんか縁がある人と会うんじゃないだろうかみたいな、2回も3回も会う人もいてますし、もう、この人と会うために今日歩いてたんじゃないかって、思い込みが激しいからしないですけど、<laughs> <laughs> 思えるぐらいなんで、やっぱり断られて撮れないっていうことは、縁がなかったんです。<laughs> みたいなことで、うんはい、諦めつくように無理やりしてます。はい <laughs> <laughs> こういうのもね、この人とかも覚えてますけど、なんか写真撮らせてくださいいいよって言って、撮らせてもらってるんですけど、お前もしかして俺のことな舐めてんのかとか、途中でなんか怒って、そんなことないですよ、かっこいいと思って撮ってるんですよって、僕なんか半笑いで言ってるからか、か、まあ、本当にそれはもう本当に待ってるのかよとかって言って、何回も疑いながら僕のことを見てた人です。はい、江戸っ子な人でした。 67で撮ったときは35ミリと違って、結構ね、あのー、その比率もそうですけど、外に広がりが結構少ないんで、結構ね、人物を真ん中に入れて、取材にして撮るみたいな撮り方が多かった気がしますねあ今、先生、質問が1つ、今まさに1つ前の写真ではないんですけど、あえてあの先生、スナップとき水平とか垂直については、どのように考えられて、意識されてますかって、そういうことですかね。 あなんかね、僕、結構写真とかもそうですけど、ちょっと斜めなんですけど、あのなんていうのかな、全体の背景、まあ、主題と副題って先から申し上げてるみたいな、こう全部の,あのバランスですよね。それがなんかバランス合ってたら、あの斜めでもいいのかなとか思ったりして、斜めで撮っちゃってますけどね。だからな,なんか、全体のバランスですかね、それほどあの斜め禁止にしてない感じですかね。 アンカーも結構ね、下から撮ってるのも多いですしね。はいはい、ありがとうございます、はいまあ、でもあれですよね、レンズの選択にもよるかもしれないですね。僕、すごい広角なんで、少々歪めても、またそのパースが面白かったりとか、はい、っていう部分もあるかもしれないですね。50ミ、mm、リとか標準望遠だと、ちょっとやっぱり水平、垂直出てないと、ね、あのバランス悪くなったり、処理しにくいっていうところもあるかもしれないですね。 これは67なんですけど、あのプラウベル・マキナのワイドっていう55ミリついたワイドレンズなんで、まあ、35ミリ換算だと28ミリぐらいのワイドなのかな。なんで、これも結構あの広く映るんで、ぐいっと寄って撮ってる感じで、少々斜めにしてもそのパースがまた心地よかったりっていう感じですかね。 どうですかねこう、あのー、見ていただいてる皆さんは、こう、パースがやっぱり気になる写真とか多かったですかねあのー、21ミリ広角とかの、ね、どうですかねまた、最後にね、お聞きできればと思うんですけど。 これとかめちゃくちゃ斜めですね。このポーズってしたのに僕もなんか合わせているのかも。<laughs> <laughs> これちょっとやりすぎですよね。こういう時きはあのスナップなんで、あれいつもが取ってるうちに斜めになっちゃったっていうやっぱり自分もそうやって動いてるって感じですか。こうあってところで合わせてっていう。うね、相手の方にすね。基本なんかね、あのこうファインダー覗いて構図決めるっていうよりは、なんかパッて。 ファイナーのく前に、もう、あの、相手見て、ポーズ決めて、パシって取っちゃう感じなんですよね。だから、なんか、体で取るって感じで取ってて、いつも距離感とか。大体、自分の使ってるレンズなんで、どの辺まで近寄れば、どこまで映るっていうのがだ、だ大体わかると思うんで、なんか、そんな撮り方なんで、たぶん、体で取っちゃってるから、なんか、その、なんかこう、巻き込まれて、相手に巻き込まれて、歪んでるんですかね、これはね。ただ、ストリートスナッパー、やっぱり、あの、 皆さん、僕も含めて、あの僕もそうですけど、ズームレンズ、どうしても街中持って歩いてるんですけど、あ,<ー>あえてそこは常用レンズというか、何かちょっとしばらく決めて、うん、歩いてみるのも面白いかもしれないですね。そうですね。単<分>焦点だったりね、もう今日は50ミリに決めて撮るとか、だとね、距離感がやっぱりあのファイナー覗いて迷わなくて済みますもんねそれも潔くていいかもしれないですね。うん これもでも歪んでますね。そう言われてみたら、新たな気づきが今日おかげで気づきました。もうこれから、<laughs> <laughs> 全部まっすぐになるかもしれない。いや <laughs> いや、それはちょっと、足が先生の味がありますから。<laughs> でも確かにあれですよね。微妙にあの垂直じゃない写真多いですよね。あ、これも歪んでる。しかもあれですかね。左に傾いてるのが多いのかな。お、これもだ。やばい。 いやばくはないと思うんです <laughs>、はい。ああ<ー>面白い、気づいてしまった。うん、なるほどあと、あれですね、35ミリは結構粒子があのバキバキとこう出てきて、それがあの質感としても出るんですけど、67だとね、結構滑らかで。 あの金属の質感とか服の質感、皮膚の質感とか、質感が綺麗にに、ね、出てきて、そこのディテールもまた 35mm と違って面白いですね、プリントすると。あのモニターではね、あまりわからないかもしれないですけど、でもこういう車のボディの質感とかもなんかやっぱりよくわかりますよね、中盤カメラだとアスファルトとかもね結構メキメキメキと出てきたりとか。 その辺の違いがやっぱりあのまた中盤カメラの魅力ですかね、まあ、デジタルもそうかもしれないですね、中盤デジタルだと、そういうところが魅力あるのかもしれないですね,ね。こういう車の黒い塗装の質感とかもやっぱり35ミリではちょっとなかなか出ないような感じですかね。 これも左に傾いてますね。あ、だいぶダメだ。<あ>左だ。左よりだ。<laughs> これ特にこの頃って。左にやってんだ。このシリーズはいつぐらいのものなのほんと直近なんですかそれともちょっと少し前、えー、平成の時。少し前で 2010. 年年から15年ぐらぐいいだと思います2013から15年までこれで撮っててでその後さっきの1個前の突っ張るなって 35mm 戻すんですよね、うん、そっから最近もずっと 35mm なんですけどね上京してからずっとペンタックス67を使ってて67時代が結構長いんですけどね でやっぱり新宿とかが多いですね、この頃。新宿とか歌舞伎町が多いのかな。で、ちょっと寂しい感じですね、今見るとね。夜が多いんですね。 これも呼ばれてる。これも、すごいパース、ついてます。そればっかり気になっけこどこれとかすごい。<laughs> <laughs> うん。 で、なんかこのシリーズを見ていただいた後は、なんか展示風景っていうかね、なんかそのプリントですよね、撮影して、プリントを暗室でまあ僕は作っていくんですけど、 そのプリントの、まあ、サイズをどのサイズにするのが、まあ、ベースとかベターかとかね、なんかそういうことを結構あの常日頃結構考えたりとかするんですけど、これは2016年東京都写真美術館の新進作家展っていうやつに選んでいただいて展示した時の会場写真なんですけど、こんな感じで。で 会場をまずあのー、壁をね壁紙を白じゃなくて僕はグレーにしてほしいって言ってあの予算が出るかどうかをまず最初に予算の,あのこの時グループ展なんで 6, 6名だったっけ6名のなんで予算の奪い合いなんで僕もいち早く壁紙を変えたいですみたいなあと関係ないけどネ,ネオンサインあのネオンを作りたいですとかつってって予算を人の分を全部かっぱらって <laughs> はいであのサイズも あのロール詞っていう結構幅 1m×1m50 ぐらいのとかあと 11×14 インチとか何かそういうのであの3パターンかな 11×14 と 16×20 インチっていう小全紙とロールの因果詞でさっきの「つっぱるな」っていう 35mm のシリーズと「とどろき」っていう6 7のシリーズとをあの展示させていただいたんですけど。 こんな感じで展示しましまた。35mm の方は黒いマットに入れてあの展示して、67の方はそのままあのスペーサーみたいなのを入れて、スポッとこうあの,インガッシュのサイズのまんま、フレームのサイズのまんま、印菓子のサイズのまんま展示している感じですかね。で、なんかこういうプリントのサイズっていうのが絶対ベターなサイズっていうのがあると思ってね、はい、その辺もなんか考えていただければと思いますね。 なんとなく A4 なんとなく A3 ではなくて、なんかあったサイズとか、あった余白っていうのがなんかあると思うんですよね。自分の作品と。これはまた違う2019年のオペラシティとか、まあ、京都の国立近代美術館からこうあのファッションの,あの企画展が熊本回ってオペラシティにもあったんですけど、その時もなんか僕はあのファッションの展覧会で、 えーと大人の言う,言うことを聞いてはいけないみたいなこう不良のファッションみたいなところのジャンルで、えー、と写真を展示させていただいたんですけどこの時も大きなロール畳一状ぐらいのサイズのプリントを額装して展示させてもらったりあと同じようにこんな感じですかね、えー、1 6る2 0インチのプリントをプロマットで額装したりとかですかね。 で、この撮らせてもらった被写体のジミーっていうんです狂犬ジミーっていうんですけど、<laughs> なんか子供ができて、はい、会場を見に来てくれたりとか、なんかこういういいのも面白いですねずっとつながりあるんですか、はい、こちらの方とは。あそうですね、うん、結構僕、撮らせてもらった方と、あのーね、手紙でやり取りとか、あとインスタで最近やり取りとか、結構やり取りがあって、あの手なんかするときは使ってもいいですかとか、見に来てくださいとかって言って、はい、やり取りありますね。 で、これ制作してるときかな。これも大きいサイズ、ロールの印画紙とかもこう巻いてあるんですけど、それをあの自分でくるくる巻きながら現像したりとかするんですけどね。それ干してるところですかね。で、それがこうなるっていう。これはなんかレセプションの写真ですかね。 こんななんかファッションのとこに呼んでもらって、全然違うお客さんに見てもらって、すごい面白かったですね、これで、MEM、e、って恵比寿にあるんですけど、そこの画廊に、えー、と5年ぐらい前から所属させていただいて、そこで展覧会して、プリントを販売してもらうのは全部その MEM、e、さんにやっていただいてて、そこでの展示ですね。で、すべて額が作れないんで、ピンで、ピンじゃないな。 クリップで止めて、それをロール、大きいのを展示したりとか、こういうのもやってましたね。これなんか、森山大道さんが偶然あの来ていただいたっていうよりは、1階で用事があったから、行ってたから、無理やり呼びに行って、上を見に来てくださいって言って、無理してもらった。これも後ろも大きい写真ですね。こういうのも、大きいプリントは価格もすごい高いんで、大きいプリントを 売れればね、あの利益も大きいんでね、大きなプリントやっぱりたくさん作りたいなと思うんですけど。で、いつもあのプリントの裏には、自分のまあ名前と、いつ2022年に西成大阪で撮ったっていうことと、あと、プリントをいつしたかっていうのがまあ大事なんで、その2つを、撮影年とプリント年を書くようにしてますね。で、エディションは別に、ね、なくてもいいかもしれないですけど、なんか皆さんもプリントやっぱり大事に あのね、またプリントし直し、またプリントし直しだと大変だと思うんで、しっかりと撮影年と後ろにプリントした年を書いて保存するとあのいいのかなと思うんですけどね。で、ご意見無用っていうのがあの結構、近作になるんですけど、ここからあの一番最初の西成の写真と同じあのカメラ。 あので21ミ、mm、リの超合格レンズで、東京を中心に、これ大阪かあの、撮ったシリーズですね。やっぱり東京で撮ると、僕、どうしても夜が多いですね、なんか夜の方が急になんかみんなが顔が見えるっていうか、昼間より面白いんですよね。 ね、こ,うこの人とかもなんか渋谷で歩いてたんですけど、ふ冬だったんで、普通にとっくりのセーターとか着てて、でも顔に入れ墨が入ってて、うわと思って、写真撮らせてくださいって言ったら、あのいいですよって言ってで、どこで撮りましょうみたいな、ちょっと路地に入って、あの上も脱ぎましょうかって言うから、脱いでもらったら、こんな感じだったんですよ、ね。うわと思って うん、これも喫煙所に彼女がいててあの、撮らせてもらって、したらお母さんがあのタバコを吸われてて、お母さんに許可言得てきますとかってって、お母さんにもあの娘さん取撮らせてくださいって言って、お願いして撮らせてもらってました。あ、これ、さっき寝てた人ですね。あ、違うわ。さっきとまた違う寝てた人ですね。あ、これ大阪ですね。御堂筋のとこで寝てて、この人にもちゃんと話しかけて。 写真撮ってたら、おまわりさんが向こうからブワーッと走ってきて、なんか財布とか持ちたらしいね、なんか、やばいと思って、あの、知ら,知らな顔して、こう、去っていったんですけど、職務質問されそうになりました。この人オーストラリアから来たらしいです。日本のこういうなんか文化が好きだと思って言って。あ、日本人じゃないんですか。そうなんです、オーストラリア。<laughs> 団長なんてよく、よく探してきましたね。 はい好き好きみたいです、日本文化は。もし先生あの、質問でもあるんですけど、例えば今の写真って、はい、あのカラーでも白と、この二色期じゃないですか赤と、そうしたら結構色も実は印象的だと思うんですけど、はい、そこのモノクロとカラーの逆にその選択っていういう、<ー>どう先生は考えてらっしゃるんですかそのモノクロ まあカラーで撮ると、まずはあの今っていうか、その時代感が結構現実っぽいんで、今っていう感じが出るんですけど、モノクロはね西成の写真見ていただいたときお話したみたいに、結構時代がよく分かんないみたいな感じで、どん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 抽象的になって、もそれが面白いなと、あと結構そのずっと申し上げてるみたいに、人物が主題なんですけど、 背景の街とか、まあ、バッグとか後ろの看板とかタイルとか地面とかそういうサブが結構強ければ強いほど人物が際立つっていうかうん、うん、写真1枚の強度っていうか強さが強くなると思うんですね。でモノクロにするとあの人物の,あの例えば赤い服とか白い服とか着てると結構目立つと思うんですけど、まあ、グレーになることでそれがちょっと弱まったりとかうん、うん、であの地面もグレーだし背景もグレーだしで 全部がこう0日になるっていうかね、画面の全,全てが。やっぱ赤い色がどうしてもすごい強くて、人物、メインの人物が赤い服を着てたりとか、赤い何かをつけてたりすると、その赤い色が主役みたいになっちゃって、全然そのサブの背景が弱くなっちゃうんですよね。だから全部画面中が10日になって、画面全体でこう写真の情報がブワーってやってくるみたいな強い写真にしようとすると、どうしてもやっぱりモノクロを。 グレーと白黒グレーで見せるっていうのが一番自分にとってはあのやりやすいっていコントロールしやすいってところですかね。ただカラーにしても背景が強い場合ってあるんですよね。あの一番最初の,の西成の,あの初めて撮ったお,おじさんのカップルの写真をカラーで撮ったんですけどあれとか,なんか後ろの背景の建物も緑で強かったりおじさんの服も黄色だったりでそこに朝日がパンって刺してたりして。 カラーにしてもあの画面上強かったんでカラーに変えたんですけどね、なんかその辺でちょっと使い分けてますかね。うん、あ,ありがとうございます。はいえー、どうしてもね、なんか主役になっちゃいますよね赤赤。赤がやっぱり、たまにカラーフィルム入れると赤いもんばか取っちゃって <laughs>、はい、赤強いですもんね。 今さっきのカートも赤ですよね、あれね。ああのそうですね。<laughs> これああまり、はい、マリオ今、マリオじゃないけど。はい、赤ですもんね、そうです。赤ですね。おう。 この写真も、ねはいはい、カラーですけど、こう服装全体が結構派手だったんで、はい、これはなんかカラーで面白いんじゃないかなと思って、帽子だけ赤とかだったら、ね、服が真っ黒とかだったら、多分帽子ばっかり見ちゃうと思うんですけど、はいはい、これも、ね、オートバイも赤で、で今、さっきの人だったんですけど、あのヘルメットがこのプレゼター知ったんですよ。<laughs> ですっごい面白くてで、これはカラーだろうと思って、カラーで、はい、撮ったんですけど。 あこれはなんかね、違う写真とくっついてるんですけど、まあいいかな。そうですね、この辺が結構西成のちょっと手前の時に撮った写真で、今に続くスタイルのあれですかね、一番最初ですかね。やっぱワイドレンズで近づくことでこうタイヤがデフォルメされたりとかね、こういう。 なんか面白さですねこう頭の頭にこう後頭部にタトゥーが入ってるんですけどそれと後ろの旗,旗が似てるとかなんかそういう情報がいっぱい入ることで柄が面白いっていうかそんな写真ですかねいっぱい入れ込むようないや今日はすごいこの短い時間にたくさんの写真を見ていただいて嬉しいです。 で今の「ご意見無用」というシリーズで、えー、と奈良市写真美術館というところであの写真展をさせていただいたときの会場、写真2021年ですね。で、これもまたロールインなしで大きいプリントを1枚拡散してで、大阪新聞、ね、さっきの見ていただいた新聞をわざと拡大コピーして、これが原点だみたいなことをか書きつつ。 昔やってたことと今やってることがまあ同じなんだみたいなことでテーマであの展示させてもらって、でもう潔くすべてロールイン菓子で、アイス作業がすごい大変だったんですけど、はい、イン菓子を20メーター前ってたやつを2本あの、アメリカから <laughs> 入れてもらって購入して、それでちょっと1ヶ月ぐらいかけてプリント頑張ってやって、全部クリップで止めて、1枚だけ学装したんですけど、全部ロールイン菓子でプリントしました。 これだって、インガシ入れるパッドってどうするんですかっていうか、その原造液つきるって。これはもう,うあの、シンク、シンク、大きなシンクに線を、<ー>はい、線をしちゃって、原造、はい、液だから10リッターか15リッターぐらい入れて、<laughs> はい、ぐる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 回転させて、で、次、2つ目の停止液のあの、シンクまで行って、またやってっていう、はい、だから推薦時間も3時間ぐらいずっと水流して、推薦 <laughs> して、はい、すごい、あの、 体力と根気勝負 <laughs>、はい、でもできたときはすごいなんか充実感があって、うんはい、なんかすごい好きです、この作業が。ややっっぱぱ迫力ありりますねやっぱりこれだけなるぞそうですね、なんか展示してみないと想像もつかなかったんですけど、うん、結構面白かった、会場がすごい広かったんですね。うん すごい広い箱であの展示させてもらうる古典をすることってなかなかそういう機会ないんでうわもう全部ロールでやってやろうと思って、はい、やったら意外と綺麗にはまって、はい、ちょうどいい感じになりましたね。1枚だけカラープリントを展示させてもらったときカラーはあのフォトグラファーズ・ラボラトリーという東京・赤坂にあるところでお願いしてプリントしていただきましたけど。 先生すいません、もう一つ質問で。あのあ<ん>モノクロとカラーを取り分けられること、あそれけられてるんですけど、カメラを要するに2台持ち歩いてるか、それともフィルム変えちゃうんですかフィルムね、変えちゃいますね。先ほどの会場写真2枚あったんですけど、あれも電車の中で撮らせてもらって、あ違うか、その前か。最初、あのピンクの服と、なんかバッグが結構派手な色とかだったんで。 あ靴もなんかひらひらがついたピンクとかで全身色だらけだったんでこれはカラーだなと思ってカラーフィルム入れて撮らせてもらってで電車の中でも撮っていいですかとかって言っていいですよでで途中でモノクロフィルムに入れ替えたんですかねだからいつも結構モノクロ基本入れてるんですけどあっと思った時は慌てて巻き戻してカラーに変えたりしますねフィルムをはいか 私は新聞社時代は結構フィルルもいっぱいあったっていうことで気楽にできたんですけど、なかなか今はあれですけど、電気をいりますねっていう交換するの、<laughs> そうでもないですか。ああ、そうですね、もったいないですすみません、作品制作制作には大事なことなんで。すカラーはだからいつも24枚取りを使って、はい。そかそか<笑><笑>はい、36枚使って。はい、多いんで、もう12枚取りぐらい,でぐらいの気持ちですけどね。ああはい。 ででもああえてフィルムなんですねあのそこでデジカメっていうかそこで誰でもはいあのーね、モノクロにって考え方もあるのかもしれないやはりそこはフィルムの質感というところで書くとじ自分でプリントするというそこの質感で考えられているということですかそうですねっていうかなんかねあのやっぱりン画紙で、まあ、デジタルでもン画紙でも残せるんですけどなんかン賀誌で写真を残したいみたいなあの気持ちがすごい強くてあの自分がこう なんていうかな、あのーまあ、死んでしまった後でもっていうか、後世100年後、200年後でも、その写真のプリントが印画紙で残ってほしいみたいな気持ちがすごくありまして、それでフィルムを使ってる感じですかね。だからデジタルで撮って、それを印画紙であのプリントを自分でできれば、安価に自分でできれば、デジタルでもすごいいいのかなと思うんですけど、なんか あそのフィルムがどうこうっていうだけじゃなくて、なんか印貸しで残したいというか、うんはい、それでこれがすみません、長くなってあれなんですけど、最後、キューバの写真なんですけど、キューバにあの富士フィルムさんからちょっとあの行ってこないみたいなことで話いただいて、あの写真を撮りに行って。 1> で1回行って、あまりにも面白かったから、その撮らせてもらった写真を持ってっても、持って渡そうと思って、もう一回自分の自費で行って、2017年と1 8年と2回キューバに行ったんですけど、その時の写真で、でなんかずっと、まあ、大阪だ、東京だとかって言ってたんですけど、キューバでも全く同じで、あのキューバってスペイン語なんですけど、なんか写真撮らせてくださいっていうスペイン語だけを覚えていって、 それでみんなにこうやって話しかけて「あのプエド泊まる」っていうの「フォト」って言うんですけどまだ覚えてますけど <laughs> で写真撮らせてくださいだけ覚えてそれだけ話しかけてそしたら向こうもなんとなく英語で話してくれたりとかしてしゃべってで全然なんか大阪とか東京で撮るのとお同じだなと思ってあ人って結構シンプルで一緒じゃんと思ってなんかそんな感じがしたのが印象的でしたね。 でこの写真は GFX の,の 50S で撮った写真とあ、この写真とかもそうですけど、フィルムで撮った写真と、さっきの21ミリの、ちょっと混在してるんですけど、この辺デジタルですね。でも、すごいあの、すごいいい,い機会というか、いい発見でしたね。同じじゃんと思って、どこで撮っても。自分自身もそうですけど。2回見た時なんか、なんか本当、渋谷歩いてるみたいな気分で、<laughs> ちちゃったみたいな感じで。<laughs> でこんな感じでなんかコミュニケーション取ってだんだん2日目3日目ってまた会うと友達になってくるんでじゃあ今日は飲みに行こうかとかって感じで、うん、はい路上でお酒飲んだりとかしながら全く同じでしたねでこの時ねあのさっきも質問いただいたカラオとモノクロですけどもうなんか キューバだと建物も色がすごいし車の色もピンクだったり赤だったりとかで服装とかもみんなおしゃれでタトゥーとかもいっぱいでなんか色にあふれてたんですよね。でこの写真もそうですけどなんかあの柱に落書きも結構カラフルだったりとかねでなんか街中色にあふれてるんでなんかカラーで撮っても全然あの背景もカラフルなんでね。 その副題全然強くなるんで、もうこれはカラーでしょうって感じで、2回見たときはもうすべてカラーで撮りましたね。カラーが多かったですね。はい。なんか、すごいたくさん、なんか500枚以上の写真を見ていただいてしまいましたけど、<laughs> いかがでしたでしょうか。なんかあの、いろいろお話ししましたけど、なんかいつもこ,こんな感じで。 あのいつもカメラバッグには撮らせてもらった人の写真がこうあって、もしいてたら、あ、この前撮らせてもらった写真とかって渡したりするんですけどね。そう、一回写真を渡すと、すごい信頼してくれて、急に仲良くなってくれたりとか、写真撮られる、撮っていく人多いけど、写真くれたのは君が初めてだよみたいな感じで言われたこともあったりとかして、こんな風にいつも持ち歩いてますね。で、あの撮った写真を、あ、今日も学問して。なんかこう、 マットとフレームに入れてみたりとかも結構自宅でいつもやったりとかして、やっぱり全然見え方変わるんであの、ガクとマットとかね、なんかそのプリントのサイズとかも含めてね、なんか結構そんなことが、プリント自体がやっぱり好きなんですね。それをなんかやっぱりあの残したいみたいな気分もすごい強くて、そんなことであの作業してますかね。で、あとは、ま、あの写真集ですね。 で、これは富士フィルムさんのなんかサービスで作ってもらったあのフォトブック、こんな西なりのやつでちょっと一冊作ってみたんですけど、そういうの作ったりとか、あと本当に僕もあのカメラマンとしても仕事してたりするから結構結婚式撮ってくださいとか、そういう時もあもフォトブック作ったりとか、こんなのは単に居酒屋で写真撮らせてもらったことある人のイベントに誘われて。 まあ飲み会ですけど、飲み会の写真をいっぱい撮ったんで、それをこうフォトブックにして、プレゼント、みんなにするとか、するような感じですかね。だから結構、写真撮って、やっぱり SNS とかで上げるだけじゃなくて、しっかりこう紙にするっていうか、プリントするっていうか、なんかそういうことが結構、なんか大事なんではないだろうかって、僕はすごい思うんですよね。で、しっかりこういう写真、ちっちゃい写真とかでも、裏にちょっと見えないかもしれないですけど、 あの何月何日にどこで撮ったかとか、自分の名前とか入れたりして、プレゼントしたりして、なんかやっぱりその、いつ撮ったかっていうのは、やっぱり写真すごい大きな気がするんでね、もう1年があっという間に過ぎていくんで <laughs>、とにかくね、はい、10年ならだっという間に過ぎていくんで、やっぱり2024年1月に撮りましたとか、やっぱりそういうことが大事な気がしますね。そんなことですかね。うん。何か、あれですかね、ほかにご質問とかあれば。 ぜひ、なんか皆さんとこう本当は会話できれば嬉しいなと思うんですけど。かすかね先ほどの、えー、と質問は今いくつかあったところでお回答いただきました。ここに、あのもう時間も短いんですけど、えー、前社にいよいよあの組写コンテストで首写真部門でもあるんですけども、<で>あの4枚とかでその構成するときというところの、その、の 視点っていうのをあの先ほどコンタクトシートあの中からどの写真を選ぶんだろうって僕もすごい興味あったんですけどその後選びがざっとざっとというかあとねゲッツというかセレクトの仕方でって何かコツというかアドバイスはありますかああなんかその持ってるものっていうか写ってるものがもののことでいうとなんか振り幅ですかね振り幅を例えば折り 映、はい、ってる振り幅をめちゃくちゃ狭くして同じものが映ってるものを例えば4枚組だったら4枚出すとか逆に振り幅広げるんだったらもう思いっきり全開に広げて全然違うものを4枚集めるとかなんかそこですかねあとは距離感も同じ3メーターの距離感とかで行くんだったらもう全部3メーターに合わすのかそれか逆にもうすごい近寄った写真もあれば中間もあれば 無限大もあればっていう,こう幅を広くしたりとかすることでなんか結構飽きないというかどうしてもなんか写真撮るときって自分の一番撮りやすい距離みたいなのが多くなっちゃって同じ距離感で同じ写真みたいなの撮り方スタイルも同じでみたいな感じになっちゃってでそれが結構単調になりやすいあの組写真にするときにもと思うんで。 やっぱり撮るとき、なかなか組にしようと思って撮影コントロールまで結構難しいと思って、撮るときにやっぱり日頃からいろんな振り幅のものを撮っていこうとか、距離感もここはぐっと寄ったやつ撮ろうとか、ここは引こうとか、思いっきり引こうとか、なんかその辺をなんを振り幅どんどん広くしていくと、組写真を作るときもなんか作りやすいんじゃないですかね。ででなんかあのフジフィルムフォトコンテンツフジコンンテ 4枚の組写真の,あの審査員もなんか3年やらせていただいてでそれをなんか見ててもやっぱりあのいいなと思う写真はなんかそういう幅が結構広かったりとかいう写真が多いですから飽きないっていうか決して気転結っていう写真はそんなないんですけど全然違う写真を4枚並べてでタイトルで1つその4枚結びつけるみたいな。 あの組み方だと、あ、なるほどなっていうか、あのいろんな見方できるなみたいなのが多いですかね。あ、ありがとうございます。あと、あのー、コンテストモノクロで応募される方もかなり多いんですけども。先ほど先生、あの、逆に起こすとか、大焼き、焼き込みっていうか。あ、で、あの、暗部を。トーン潰さず上げるというところもおっしゃいましたけど。<う>普通に周辺、エコを落とすこととか、そのう、浮かび上がるため、いうことはもう。 意識されれやられたりしますそれともやっぱりそのためにストロボをがツンと正面から出て,て、えー、仕上げであえて落とすことなくできるような仕上げを意識されてるとかあるんでしょうかああやっぱり周辺を落としてしまうとその分周辺のあの何、ー、て言うかな周辺がまあ弱くなるっていうのかな真ん中の部分がやっぱり強調されてそこがメインになっちゃって。 周辺の情報が本当があるところがやっぱりなくなっちゃってどんどん少なくなると思うんでできればやっぱり四隅まで結構なんか主役というか一番中心のメインの部分と同じぐらいやっぱり四隅まで強いものを写ってるみたいなところの方が一枚の写真が結構強いんじゃないですかね、うん、パッと見やっぱりねあの外側を周辺氷を落としたりするとまとまりがあってしまって見えるのは確かに。はい やっぱり見てると飽きちゃう写真が多いのではないだろうかと、うん、ペースバイペースだと思うんですけど、はいはい、そんな印象がありますかね。はい。はい、ありがとうございます。本当にまさにこれから、はい、あのコンテスト始まるあのすごいあの参考になるところかと思います。うん、え、あ一つ、あの、これ、マニアックス、ストローに影取りとかをつけられますかとていう質問だったんですけど、<あ>どうなんです あのー、僕、こんな<ー>、はい、ディフューザーを一応つけてますけど、はい、あまり効果なさそうですから、ね <laughs> はい。しかもちょっとなんかアンバーがかったやつをつけてて、でカラーで撮ったときとか、なんかちょっと青くなりますよね、ストロボってね。だからそれでちょっとアンバー気味のやつをつけて、ストロボ近く当たった。 植物とかはちょっと肌色が出て、背景はそのままあの自然な色になるようにつけてるんですけど、まあ、ちょっとディフューズしてますね、常に、はい直。直だといえども、はい、ちょっと日中でもそうなんですね、夜,あ夜ではなくて日中でもまさにそれを使われてるってはい日中でもこれ使ってますね、はい、<ー>もうやっぱり柔らかに越したことないです。 どうしても影ね、鼻の下、首の下とかて。はい,はい、出<の>ちゃいますもんね。はい、なっちゃいますもんね。あ。そう、わかります。ありがとうございます。はい、あ先生、本当に今日はふんだんに、あの写真、あのー。本当にモノクロだとですね、三十年前に撮られたのも、そして、今のも本当時代とか関係なしで、本当に。逆に、僕は今か、らどの時代でも、今のように感じられて、すごい、えー、人が出た、あ、写真で。本当に、あのー、見てしまいました。本当、にありがとうございました。 ありがとうございます。なんかもう時代は変わっても人は変わらないし、はい、人同士のなんかこう気持ちっていうかね、うん、やりとりは変わらないと思うんで、もうぜひなんかカメラがこう、なんていうかな、いろんな人とつなげてくれるツールだと思うんでね、なんかいろんな人をね、こう、臆せずというか、時代が変わってもいろいろコミュニケーションを取って、皆さんでこう、撮ってもらえれば、なんか写真も楽しいもんだと、んな人が思えるんじゃないだろうかと思います。うんうん、はい。 先生はキャラクターというか、性格で撮られてるので、なかなか見つけができるかなっていうところも僕もなんか不安だなとか思っちゃったりもするんですけど。でも、とりあえず、すいません、写真撮らせてくださいって言っちゃえば、もう何か,何かが始まってしまってるんで、<laughs> あとはもうなりゆきで <laughs> いいんじゃないですかね。<laughs> まず、一言話しかけてしまえば、はい、もう勝手にいろんな会話ができて、はい、進んでいくと思うので。はい、はいはい、どうも先生、長したありがとうございました。ありがとうございました。